わかったわ。それで学長なんだって？こんな校則のどこに正当性があるっていうの？あなたは何も知らないのよ。校則のおかげでどれだけ私たちが傷ついてるか。それだけじゃないわ。私たちは下着の色まで管理されているのよ。本当よ。抜き打ちで下着の検査があるのよ。一人ずつスカートをめくられてチェックされるの。あなたは本当に何も分かってないわ。いいこと？ここにいる生徒のほとんどは幼稚舎からエリスにいるのよ。そんな小さな子が自分で決めたわけないでしょ。それにそんなに簡単に転校できるくらいなら鈴木司さんは自殺なんかしないわよ。転校するための書類を発行してくれないのよ。もし転校を許したらたくさんの生徒が他の学校に行ってしまってエリスの実態が世間に知れてしまうわ。だから学校はそれを阻止しているの。エリス女学館に入ったら最後、卒業するまで我慢するしかないのよ。他の高校を受験するには中学3年の時に学校が発行する書類が必要なのよ。卒業後エリスを辞めても中学浪人になるわ。プライドの高いエリスの生徒がそんなのに耐えられるわけないでしょ。マユナ、あんたいい度胸してるわね。外で会っちゃダメだからって学校に男連れ込むなんて。いやね、そんなんじゃないわよ。この人は新しいジムの人よ。学校のことを教えてたの。珍しいこともあったもんね。うちの学校が若い男の人を入れるなんて。この子は星野リサ。私と同じで高校から入ったの。中学まで外国にいたのよ。よろしくお願いします。でもマユナ、あんたなんでタメ口なのよ。あ、そうよね、私ったらなんか怪しいな。あ、私もう帰るわね。さよなら。変なの。冗談じゃないです。あんな玉遊びみたいなテニス部一緒にできませんわよ。日本語って難しいわね。うちではずっと日本語だったから。でもお母さんと話すのに敬語使わないでしょ。だから敬語が苦手なの。でもどうして私がテニスやるって分かったの？分かったわね。でも私って手の長さ違うんだ。驚いたの。なんのって、みんな頭おかしいんじゃないかって思ったわよ。そうよ。だから多少のことは目をつぶってもらえるの。じゃなきゃこんな校則守れっこないわ。もっともうちの寄付金なんてマユナのとこに比べたらビビたるもんだけどね。そりゃそうよ、波じゃないわ。両親は世界的な音楽家、おじいさんはあの高梨露秀よ。
そうよ。あなた何も知らないのね。本当にジムの人なの？やけに中途半端な時期からね。なんか怪しいな。ひどい学校もあったもんね。だったら少しはおしゃれしていきなさいよ。そんなありふれた格好してないで。なるほどね。そこまで考えてたとは思わなかったわ。おしゃれな服は持ってないってこともね。なんですって？
We'll be right back.
Thank you.